はいどうも、おもちゃんねるんです。今回はこちらトミカ博2015でゲットしてきました。まずこちら入場記念の1台マツダコスモスポーツ消防指揮車です。はい、こちらはトミカ博2015 in 大阪の入場記念プレゼント車両の一つですね。こうなってます。めちゃめちゃかっこいいですね。これもちょっとレトロ感みたいなのがあるのかな。うん、いい感じ。消防指揮車ですね。もちろんサスペンションと、あと両サイド扉が開きます。ガチンガチンと、こんな感じ。指揮車って感じですね。はい、かっこいいっす。今回は親子3人で行って、こちらの消防指揮車は2台もらってきました。そしてもう1台の入場記念車両は TDM 運ぶんだです。はい、とりあえず見ておきましょう。こんな感じですね。トミカってロゴが入ってますね。後ろはこんな感じで、ちょっとクレーンがついてます。で、サイドで、もう一度正面、上で、下です。で、こちら運ぶんだという名前なんですけども、何を運ぶのかというと、このアームの部分が特殊なギミックになっていて、開けて、これ後ろにスライドすると伸びます。で、これを開くでしょう。開いて、この入ってた箱ですね、入ってた箱をここに乗せて挟み込むと、なんと、まあ箱を運べちゃうというめちゃくちゃ面白いギミックになっております。このギミックのおかげでなかなかの迫力になってますね。トミカなのになかなかごっつい感じが出てます。この消防車と比べるとデカさが全然違いますね。一応他の箱も詰めるようになっていますが、一回り大きいハッピーセットトミカの箱はちょっと強引に乗せる感じになってしまいます。続いて3台目はこちらになります。トヨタダイナトラックでございます。こちらですね、こちらアトラクションコーナーの釣りゲームコーナーで釣ってきました。はい、くるっと見ておきましょう。こちら正面です。運転席もきっちりと再現されております。で、サイド、後ろ、反対サイドに、また正面で、上、そこですね。で、ギミックは後ろのここですね。これが開くのと、これ自体がグッと上がります。ちなみに釣りゲームではですね、釣った中から1台選んで持って帰るんですが、いろんなクレーン車とかもあったんですけども、うちの子はこのトラックが大好きだったみたいで、こちらを持って帰ってきました。はい、4台目はこちら、ヒノデュトロクレーン付きトラック水色です。はい、この車両もですね、アトラクションで手に入れた車両で、ルーレットゲームですかね、それのね、残念ながら外れになるんですけども、こちらの車両ですね。ちなみに当たりの方は金色の、なんかちょっと写真名忘れたんですけど、そういった車両になっておりました。これも少しギミックがあって、このアーム部分が動きますね。左右にも振れます。はい、5つ目はこちらですね、スカイライン GTR をベースにしたトミカ組み立て工場の車両です。はい、こちらトミカ博のロゴがデカデカと印刷されておりますが、 GTR ですね。ちょっとこんな感じですね。トミカで、後ろ、横、正面、サスペンションもしっかりしてますし、あと扉も両サイド開きます。で、こちら組み立て工場ということで、目の前で実際組み立ててくれるんですけども、中に写真を載せて、自分たちを載せてくれるんです。ちなみにこれ今乗っているのが、これちょっとね、初めて顔出し、これを顔出しというのかわかんないですけど、右側に僕が乗っていて、左に息子が乗っています。結構いい記念になると思うので、トミカ博に行った方はぜひ1台作ってみてください。はい、今回はトミカ博2015 in 大阪のアトラクションコーナーや入場記念でいただいてきた車両のご紹介でした。もちろんこれだけではなく、他にもいろんな車両がゲットできるので、皆様もぜひトミカ博に行っていろんな車両をゲットしてみてください。そして次回はこちら、物販コーナーで手に入れてきました、トミカイベントモデルのトミカ1番から7番まで買ってきたので、ご紹介させていただきます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。皆様、チャンネル登録、評価、コメント等よろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。
はいどうも、おもちゃんねるんです。今回はこちらでございます。ドーンとちょっと提供してもらいました、奥様うちのちびちゃんご提供でございます。トミカのハッピーセットをお二ついただいてきました。これね、今回ね4月の24日からスタートでね、これ今撮影時点の今日ですね、今日スタートで、種類はですねこちらちょっと見えますか、